皆さん、明けましておめでとうございます。今日プロ石はカツッパです。今日はアットコダビギナーズコンテスト151回目実況していこうと思います。さて、あと23秒ぐらいある、ちょっと時間がありますね。皆さんは今年はどれぐらい今日プロをするんでしょうか。去年以上にするのか、それとも、去年よりは抑えて普通にキマスター講座を見るのか、まあそれぞれ人それぞれありますと思いますけれども、皆さんのよう今日プロライフが今年も続くことを願います。あと5秒です。4、3、2、1、はい、始まりました。前回前々回ちょっとアンレイテッドが続いていて、心配なところであるんですけれども、社長ももう大丈夫ということが言ってるんで、今回は心配せずに信じて6問解いていきましょう。さて、1問目、ネクストアルファベット Z ではない A 小文字が与えられるので、アルファベット順で次の文字を出力してくださいです。 A の次は B ってやつですね。これはですね、文字コードの知識があればいけます。文字コードというか ASCII コードか。文字っていうのは ABC ってこう字で書いたらなんか絵になるわけなんですけれども、実際にパソコンの中では数字で持ってます。だから、なんか文字 C をインプットでもらいましょう。もらったら、これは一文字なんですけれども、これっていうのは、実際には数字です。で、その数字どうやって取り出すかっていうと、オーダー C ですね。オーダー C で取り出せます。で、 C はPython って文字列と文字の区別つかないんですけど、つかないので、ここの中には一文字の文字列が入れば、それの ASCII コードが返ってくるという感じです。ASCII コードですね。で、これを、1足したやつが、今回欲しいやつですね。で、これをまた文字に戻すには、char です。next C は、CHR。CHR ってやると、数字が入れられると、そのASCIIコードに対応する文字を返してくれます。で、プリント、ネクスト C とやれば OK。Python さんの A.py。例えば A ってやると、あれ、ASCIIコードノットファウンド？あれ？ ASCIIコードここにありますよね。あ、スペルが違った。A ってやると B が返ってきて、 B ってやると C が返ってくると、 Z ってやると Z の次が開き括弧みたいですね。まあとにかくこうやると解けます。はい、これ Python さんですね。 OK、 提出。次 B 問題、 Achieve the goal。 高橋くんは N 科目テストを受けると、すべて K 点満点で、点数は0以上の整数である。で、 N-1 科目もすでに解けてて、それぞれの点数も分かっていると。高橋君の目標は、平均点を M 点以上にしたいですと。で、最後のテストで何点取ればいいですかってやつですね。で、平均 M 点以上っていうのは合計 NM 点以上ってことですよね。だから今までの点数の相場を見て、あと何点取れば NM 点超えるかどうかですね。で、その取らなきゃいけない点数が K より大きかったらマイナス1を出力すればいいです。というわけで、入力の受け取り方は NKM を受け取ります。皆さんもこのマップインとインプットって慣れてきましたか？スプリットして、はい。で、次 A ですね。 A はもう合計が欲しいんで、サムのマップリストのマップのイントのインプットドットスプリットですね。もうどれが何だったかは知らなくていいです。サムがやれば OK と。で、欲しいのが、ニードがまず N×M 点欲しくて、それ引く A ですね。これです。で、なんで、もしもこれが K 点より大きかったら、プリントマイナス1して終わり、エグジット。そうじゃなかったら、プリントニードすればいいんですけど、ニードが実はですね、負の数のことがあります。で、これは0点以上取らないといけないんで、ニードは0とマックスを入れましょう。はい、これでいいでしょう。 Python さん、ビロとパイ。はい、この50、70、80、836の場合は発信らしいんですけど、いいですね。0のやつあるかな。ああ、これは0と取ってほしいね。多分これでさっきの場合分けをしなかった場合、マイナスの数字が出るんでしょう。で、不可能の場合もやっておきましょう。挽回できない。かわいそう。OK。よし。で、これで B 問題解けました。さあ、C 問題いきます。Welcome to AttCoda。高橋くんは AttCoda のコンテストに参加していますと。N も出題されます。なんかさっきと一緒ですね。コンテストに M 回提出を行いましたと。相変わらずの提出は PI 番目の問題へ提出してて、結果は AC からロングアンサーかどっちかでしたと。
高橋君の正答数は AC を1回以上出した問題の数ですと。で、高橋君のペナルティ数は AC を1回以上出した各問題において初めて AC を出す前に出した和の数の総和ですと。あ、で、正答数とペナルティ数を答えてくださいと。なるほど、アットコーダーもやりますね。これをすることでこの大会の参加者はアットコーダーのこのペナルティシステムを学ぶことができると。素晴らしいじゃないですか。だから まとめると、まずどれ AC したか見て、でそれだけに絞ってロングアンサーの数を数えるとペナルティが分かるとっていう感じですね。だからどれ AC したかを保存しておくのと、であとそれに関係するロングアンサーの数を数えれば OK。 AC.py を作って N と M をもらって、これは問題数と提出数ですね。で、for in range m とかやって、p と s をもらいますと。で、これでどうしたらいいのかな？if s が ac だったら、ac だったら、これを保存しておかないといけないんですね。だから、result という配列でも作っておきましょうか。results かな。複数形でいいですね。results.append このペアでも渡しておきましょうか。で、この突っ込むついでに、どれを正解したことあるか覚えておきます。アクセプテッド。これはセットにしておきましょう。で、S が AC だったらアクセプテッド .add かな ?add だったかインサートだったか忘れたけど、これすれば OK と。で、もう一回、for result in results して、リザルト、こうしなくていいですね。パターンマッチングができますから、こう、PS ってやったら、リザルトの中には、こう、1和とか 1AC みたいなのが入ってるんですけど、それが P に1が入って、S に和が入るというふうにフォア文回してくれます。で、何するんだっけ？もしも、その問題解いたことなかったら、P not in accepted。セットはこれができるから便利なんですね。入ってなかったら、もう continue と無視すると。そうじゃなければ、if S が和だったら、ペナルティを1対足すという感じですね。だからペナルティ最初0にしとかないといけません。はい、これでいいかな。で、正答数とペナルティの数ね。正答数は、まず、アクセプテッドの個数なんで、連アクセプテッドです。で、ペナルティの個数はこれですね。これで OK。さあ、どうでしょうか。これの時は2個ずつです。あら、はイントは？ああ、S はイントじゃなかったね。そっかそっか。ということで、ここはイントにしちゃいけません。これ全部にイントするってことだね。P はイント P にしましょう。これで OK。てか P 文字列でいいのか。P 文字列でよかったわ。はい。はい、イント3？どういうこと？ロングアンサー確かに3つあるけど。これ、あれか、AC する前のやつじゃないといけないんですね。わかりました。じゃあ、どうしようかな。問題番号があるから、和アカウントを作りましょうか。だから、ペナルティは0で、リザルト、アクセプテッドはもう持たなくていいかな。そんなことないか。これでいいです。だからもう一回、リザルトはもう持たなくてよくて、一回のフォア文で処理しちゃいましょう。ちょっと画面見にくいですね。順番にもらっていきますと。で、そもそももし P in accepted、すでにもう問題を解けてたら、これは気にしなくてですね。continue と。解けてなくって、AC だったら accepted に P を入れますし、そうじゃなかったらロングアンサーということなんで、ペナルティを、和カウント of S、P をプラス1します。ので、ここで P は数字の方がいいんで、P は1回 P に数字にしてあげましょう。ですると、ワーカウントというのは、すべての問題に関して0を最初持っていてほしいんで、これは 0×N なんですけど、問題番号が多分1から始まるんで、こうしておきましょう。で、AC したときに、ペナルティプラスイコールワーカウントカッコ P です。はい。これでどうでしょうか。いいですね。2の2と。最後の方の、これとか。10、合ってますね。00もあるよっていう。はい。60か。OK、OK、はい。ということで、これを出しましょう。
さて D 問題、メイズマスター、メロマスターですね。 H から H×W の迷路があると。で、壁があったり壁がなかったり、壁がないところを進めるって感じですね。で、上下左右の4マスですね、隣接する4マスに進めますと。で、迷路の外に出たりできないよと。で、高橋くんはスタートゴール自由に決めると。で、迷路は青木くんに渡す。青木くんは、移動回数が最初になるようにしてスタートからゴールまで移動すると。で、青木くん、高橋くんは青木くんに時間かかってほしいんですね。そういうふうに設置したとき、その青木くんの移動回数は何になるでしょうっていうやつですね。で、迷路はちっちゃいと、 20×20。 20×20 でちっちゃいんで、高橋くんの設定を全通り試してもいい気がします。いいんじゃないでしょうか。いいですね。じゃあそうしましょう。H、W、ちょっと待って、D 問題です。はい。H、W もらいます。で、FOI インレンジ、H、フィールドはですね、フィールドっていうのをこうしましょう。フィールドドットアペンド、なんだこれは、フィールドドットアペンド、インプットか。うん、これでいいですね。これで、フィールドが入りました。で、じゃあやっていきましょうか。各頂点の間に辺を張るというのをやっていくんですけど、これはこうやればいいですね。あ、だからディストカッコディストっていう二次元配列作ります。これは最初インフが入ってるですね。かけるが N を、ね、H×W にしましょう。H×W にしておいて、N4 を、なんか、インレンジ N とかやっておけば OK で、でですね、こうしましょうか。と、これ、グリッドのマスを扱うときのおすすめメソッドなんですけど、グリッドがありますよね。で、この間に辺を張っていきたいと。だから、これとこれの間に辺を張る、これとこれの間に辺を張るっていうのを全部フォア部回してやらなきゃいけないんですけど、定義を見ると、この真ん中のやつが隣接するのって、これ上と右と下と左なんで、なんかフォア部回して4通りやろうかなみたいな気持ちになるんですけど、これすると、例えば左上の人って左がいないから、なんか if 文でちゃんと左がいますか、上がいますかっていうのを確認しないといけなくて、ちょっとめんどくさいと。で、どうしたら重複なくできるかっていうと、実は左上から順番に右と下だけつながっていいか見ればいいんです。で、つながってよければ双方向に引くというふうにやっていくと、この一番下のところと一番右のところ以外で、その一つ右、一つ下っていうのを見ると、あら不思議、全部の辺が見られるという感じになってます。ので、フォア部回すときに、I から HW から、I を H の0から1引く1まで回して、J を0から W 引く1まで回すのが普通と思いきや、ここ、一つ手前までに回すようにしてあげると、OK。あ、OK じゃないわ。OK じゃありませんでした。今ちょっと嘘ついてて。ここをチェックしてあげないと、これが引かれませんね。だからこいつらに関しては下向きを引いてあげて、こいつらに関しては右向きを引いてあげるというふうにすればいいです。だから結局、if 文発生するんですけど、分発生するけど、各記述量が減るからいいよねということで。もし、フィールドの括弧 I 括弧 J が壁だったら、コンティニューだし、ですね。で、フィールドの括弧 I 括弧 J たす1が壁じゃなかったらですね、壁じゃなかったら、変を貼りましょう。dist 括弧。で、I と J、IJ に関係IJ を今0から N までに変えてますから、これうまくしないといけなくて、J が0から W まで動きますから、IW×J でいいですね。I×W プラス J と、I×W プラス J プラス1の間を、距離1にします。で、似たようなことを、この1つ上に関してやると。ですね。これで2つの距離の2つの間のやつが、辺を引くことに成功しました。ああ、これ逆向きもやらないといけないんで、
こうやって、ちょっと逆向きにします。こっち向きにもいけるよというふうにしてあげると。で、同じことを言ってやって、これですね。で、ただ今さっき言った通り、その一つ右というのがそもそも配列に存在しない場合があるんで、それだけ気をつけましょう。まあ配列外参照の恐ろしさっていうのは皆さんは知ってると思うんで、ここで J プラス1がちゃんと、これは W の方ですね、右側だから W 以下ですかっていうのを来た後にすれば OK です。こっちも一緒、 Y プラス1が H 以下ですかっていうのを聞いておしまいと。はい、で最後に、前転椎間の距離が取りたいんで、ワーシャルフロイルですね。なんだっけ、4J インレンジ N、 4K インレンジ N と。で、ワーシャルフロイドの順番はもういいですね。真ん中をずらす、うん、真ん中をずらすっていう感じです。だからディストカッコ I カッコレジス、なんだっけ、ん、うん、そうね、真ん中がずれるからこうでいいんだよね。インのカッコ G カッコ K とカッコ I プラスディストカッコ I カッコ K でいいですよね。はいはい。で、4i in range n、4j in range n、if i equal j continue ってしといて、if、でね、フィールド i とかが、壁だったらやばいって話になるんだけども、そもそも壁には誰からも行けないから、まあ、list括弧 i 括弧 j がインフだったら continue して、そうじゃないときは、アンサーは MAX のアンサーのディスカッコ i カッコ j ですね。ここでアンサー最初0とかにしておきましょう。はい、これで OK。スタートとゴールはああいうことになるでよかったかな。スタートとゴールは、これね、だから置けるマスが1個しかないときに困るんですよ。スタートとゴールを自由に決めなんで、スタートとゴールの位置は、あ、大丈夫だ。S は2個以上道を含むと書いてあるんで気にしなくていいですね。じゃあこれやっていきましょう。Python 3d.py。この場合は端っこに置けばいい。ああ、アペンドがないって言われた。アペンドは、ここアペンドですね。インフがない、インフは、あ、インフ定義してあげましょう。インフはまあでっかい数字、はい、あ、4、いいですね、いいんじゃない、さつきがいいよ。これは10、まあこれが10になれば合ってて、ただちょっと20の2乗の3乗なんで20の6乗のループ回してるんでちょっと怖いですね、まあ、怖いんですが、最近の Python は早いとか、 PyPy3 を使うとそんなに遅くないということが経験で分かってきたので、ちょっとそれを使っていきましょう。パイパイ3、ゴー。じゃあ次、E 問題。その前に D 問題ちゃんと通るか見ましょう。そしてここで動画を切りましょう。はい、16。ジャッジするのは16個あって、これちょっと歩みの遅いジャッジになってますけど、6。これは遅いのは、僕のプログラムが遅いのか、サーバーが混んでるのか分かんないですけど。時間かかってるけど大丈夫そう？アクセプテッドかな。アクセプテッド、おめでとうございます。